あ、よろしくお願いします。岩井まさか YouTube からお送りしています。週刊ウニュです。岩井まさかです。そして、よし、純一です。よろしくお願いしよまろしす。くお願いします。そしたらまた三好さんが新ネタを考えてということで、よろしくご紹介ください。ですね。どこかな？これかな？こんなんですね。丸があります。で、円弧で切って、くるっと裏が出てきました。また円弧で切って、裏が出てきました。手の返すと。くるっていうのは、円弧と円弧の、この、まあ、対称軸、これ二つあるんですけど、こっちの軸ですね。長い軸というか、の軸は長軸と言っていいのか。さあ、どうか。長軸かな、やっぱり。長軸。なんかまあ、円を中心に考えれば、そうですね。円周から円周までってことですね。毎回ね。それはわかります。そっちの軸で、できたら、三次元的に、こう、くるーって回ってるあ、ように。回りたい。そうですね。三次元は あいんまりや、少ないが、今回はちょっと三次元やってみようかな。実際には、だから、縮めて伸ばせばいいっていうことですね。縮めて伸ばす？絵的にはね。時には。パース的にはね。なるほどね。Z 成分が必要なわけではないので。まあね。まあちょっと。まあ、3D でやってもいいけどな。ちょっとやってみようかな。まあまあ、あんま変わらんでしょ。それは本丸ではなく、まあまあ、様子があるとこがサインでこうキューッと来て。分かります。とすると、だんだんこう白と黒が入り乱れてって、まあ動画としては入り乱れ切ったところからまた逆も戻戻してすね。ああ、なるほどっていう。ね。この、演習は、お任せっていうか、乱数なの？そうですね。円周の半分超えると、これは、60度ぐらい。まあそんなとこですけど、適当です。で、だから、円周でいうところの π を超えると、反転したのが円を超えてしまうので、π 未満。下が n、ね、π を超える。60度。180まあ、未満。180度回ると、全部回るだけ。で、ここまそでこはいけるけど、が、181度とか言うと困っちゃうんで。181度は、逆側？あら、逆側になるあ、な。逆側がと、あの、行くよっていうルールにしてもいいけど、まあ、側は、まあ、ほぼっていうか、全然、つまり179度と一緒かもしれないしね。まあそういうことにしてもいいし、0から180までってやってもええ、いい。いい。まあ、何しろ。一点決めて、だからぐーってまあ360度回って、一点決めて、そこから180度までの乱数がこう、1点っていうのは、単点が、だから2点決めれば、個が書けるわけですよね。まあそうですね。で、1点目は360度から適当に選んで、2点目はそこから180度内で決めるって。それは乱数の打ち方なので、別に何でもいいんだ。まあ、何でもいいですけど、2点取れば何でもでき2点取って短い方って言うんでもいいです。る。あ、そうですね。そういうことですね。で、ぐしゃぐしゃになっていくと。ぐしゃぐしゃになっていく。
ぐしゃぐしゃになっていくのか。いくだろうな。ぐしゃぐしゃになっていくよね、きっとね。そのね、なんか、ぐしゃぐしゃ、あ、ぐしゃぐしゃは、でももう、もはや絵的っていうのは、もう、ピクセルで持っていきますね。もはや、なんていうのかな。そこの全部のデータを重ねて、類型的に持ったりはしないでいけばいいと思うんですけど。どうお考えですいやか？ー、もはやどんどん細かくなると絵的なもんになっていくんですけど、絵的っていうか。ピクセルとこのピクセルはもともと白だったか黒だったかなみたいな。なんだかわかんねえやぐらいになってくはずなんですけどね。輪郭線はどっちなんだとか。輪郭線？今、切ったところを線で示してるじゃないですか、黒で。ああ、それはなくてもいいことですか？まあ、なくてもいいですね。輪郭線消えてっちゃえばいいのかな？まあまあ。まあまあ、なるべく、つまりでかい図でやった方がいいってことかな。そうしないと、なんかごちゃごちゃ度が、ごちゃごちゃして。なんか、まあ、いずれにしろ何かこの、あれですね。描画的なあやは入ってきちゃうかもしれないですね。何かね。ジャストじゃないもんね。ちょっと余計なことを言いますけど、余計なここの動画はこの動画で終わりなんですが、と。はい。まあ、今、切り取った、塩湖のこの、紡錘形がですね、対称性がいろいろあるので、いろいろある。だからこの線対称っていう意味でも、その90度回したところでも線対称だし、点対称形でもあるわけですね。天体ショーですね。点対称だということに注目すると、例えば表面のこの白いところに絵を描いといて、点対称にそれをくるくるって回していくと絵がぐちゃぐちゃになっていく。なるほどね。とか、その裏返す裏返し方を、振り替え今方がね、とはいろいろあ違るう。そう。とかで遊べるなっていう。なるほどね。まあ一個できてからその辺は。ぐしゃぐしゃ。ぐしゃぐしゃぐしゃ。全部ぐしゃぐしゃになって。だいたい戻すと、想起されるのはやっぱりウルトラ Q のロゴということ。じゃあこれはやってみましょう。ぜひぜひ。まあ、でかい方がいいよな、きっとね。そうじゃないとね、すぐぐちゃぐちゃになっちゃうかもしれないし。なんか収束すると面白いけどね。どうですかね。まあ今、角度が適当だから、本当にぐちゃぐちゃになりそうですけど、60度の倍数しかやらないとかすると、それなりのパターンが出るかもしれないですああ、けなど。るほどね。ああ、なんかね、角度を限ってやればね。はい、わかりました。これはやってみます。これは、まあまあ、途中のアニメーションは、まあ、ちょっとやんないとダメだけど、まあ、それ以外はただ、ぐしゃぐしゃ取り替えていくだけだから、まずまずかな。そうですね。いくらか。アバウトにはなれ、まあなりまそうあまあ、だ。やってみまあまあ、て、それはご気が冗する談。ように。はい、わかりました。どうもありがとう。じゃあ、これをやりましょう。じゃあ、万が一ご覧の皆さんいたら、ぜひ登録よろしくお願いします。万が一じゃない。今のところ目指せ2000ですね。登録者2000。頑1張りま万とか掲げてる人いるけどね。無理だよって感じですよね。100万目指しますよ、100万。え、100万ですか？ああ、はい。
どっかで繰り上がるといけるかもしれないですね。なんかこの、あまりこう、線形じゃないですよね。このまあ、上がりそうか方もしれね。ない。そう思います。なんかヒットを出せば大丈夫です。はい。はい、よろしくお願いしまはいはい。す。ありがとうございました。